聞いてくれ義継。俺が上杉と結び兵を起こさせたのだ。家康が会津征伐に出向いている隙に殿が機内で挙兵、真田も毛利も協力してくれます。負けるぞ。家康は決起を誘っている。お前たちを討つ大義名分を得るために。三成、それが分かるのお前でもあるまい。それでも俺は家康を討たねばならぬ。秀吉様も清正たちももうそばにはいない。俺が立たねば誰が豊臣の世。義継さん、うちの殿はこの通りバカです。理想を追っかけ現実から目をそらす意地っ張りです。左近。でもね、豊臣の世を守りたい、その気持ちは混じり気のないものだ。各々が保身に走るこの乱世に志に準じようとする稀有なお方だ。義継さん、分かっちまうでしょ。義継、頼む、俺を支えてくれ。仕方のない奴らだ。三成、俺の命お前に預けよう。